スーパー役立たずロボットがやってきた？ポンポコロボアトアンダス第1話。この物語の主人公、園田朔。日曜の朝って幸せだ。いくらでも寝坊できるはずだった。よし、作戦を開始するぞ。頑張るピカ。ん？誰の声だ？準備はいいか、スーちゃん。オッケーピカ。なんか聞こえる気がするけど、きっと気のせいだな。発射！ゴー！ババ！穴？ただいまピカ！うわー！おっしゃ！わーい！おかえり、見ろ、起きたぞ。作戦成功だ。やったピカ！なんだよお前ら、一体これどうしてくれるんだよ。アトちゃん、スーちゃん、二人合わせてアトアンドスー。ピカ！いや、名前なんか聞いてねえし。サク、起きたか。お姉ちゃん、起きるに決まってるじゃん。聞いただろ、さっきの爆音。まあ落ち着け。アトとスー、妹を起こしてくれてありがとうな。うむ、ピカ。え、その変な奴ら、姉ちゃんが連れてきたの？そうだよ。この子たちのことでサクに頼みがあるんだ。下のリビングで話そう。ロボット？その二人が？そうだ。嘘だ。だってロボットってこんな感じじゃん。あとはお掃除ロボットとか、そいつらどう見ても生きてるじゃん。あと、サクにロボットの証拠を見せてやれ。わかった。ロケットパンチ。うわ。どうだサク、ロボットで間違いありません。疑ってごめんなさい。ちなみに2体とも私が作ったお手伝いロボットだ。大学の研究室のみんなに手伝ってもらったけどな。すごいや姉ちゃん。アトとスーをロボットコンテストに出して優勝する。そしてその賞金を元手に新しいロボットをバンバン作って売りまくって大金持ちになるぞ。おお、すがすがしいほど金目当てだね。だが正直言って今のアートとスーじゃ優勝は厳しい。策を起こしに行かせただけで壁に大穴開けるようじゃな。確かに。おい、家の中でボーリングすんな。実はまだアートもスーも完成したばっかりで常識がない。ない。なんで威張ってんだ。そこでだ、策にこのアートとスーを教育してほしいのだ。コンテストで優勝できるように。みんな見てくれてありがとう。ポンポコロボアトアンダスーの気になる続きは